おいっしょー、どうもザスです。おーんだんつん、新年明けましておざざべさます。おざざべさん、新年初のリア充。リア充この動画を投稿したのが去年じゃねえな、2年前2年前の2月らへんなんだよ。そうだから、もうちょいで終わらせなきゃこのゲームを2年やってることになるので、やります。そうですね、急ぎますちゃんとやります。はい、今月中に終わらせたいね。そうだな、今月中ね。うん、そうやります。よし、ね、はい、でね、ちょっと俺ちょっと風邪ひいてるから、今までのようなテンション高めにいけません。いきましょう。はい、それ以降はもう先輩と追小説の話で盛り上がった。今喉がすごい泣いてる。そう、今喉本当にひどい状態だから、2日前までは普通に熱あった人から。ちょっとね、マジで。そう、マジで、ちょっと心配だから自分でも。だからちょっと今日は冷静にいきます。あ、いいよ、冷静大事。と言っても私はただ、相槌を打つだけで、ほとんど話についていないて出なかった、間違いなかった、だら。ただ表面的であっても、こんな風に先輩との会話が弾んだことを初めてなので、そこは純粋に嬉しかった。少しだけ先輩との距離を縮められたような気がする。それでも依然として、胸の中に何かが突っかえたままだった。不意に先輩が話を止めて立ち止まった。ん、どうしました？やれ、ほずみとしずね、しずねかな。先輩の視線の先を追う。あ、なんか、なんか口、怪我してない？怪我して、喧嘩キックしたら、やられた？あの、この二人が喧嘩したのかもしれない。圧倒的にしずねさん強いかもしれない。だからしずねさんの喧嘩キックが炸裂したでしょ。かかと蹴り。ほずみさんは、傘もさすに自転車にまたがっている。しずねさんが懸命に傘を傾けて、ほずみさんに雨が当たらないようにしていた。何やってんだろう。なんでしょうね。二人の話し声がしっかりと聞こえる位置まで進んだところで、私と先輩はどちらからともなく足を止めた。何やらただならぬ雰囲気を察知したからだ。だからお前には関係ねえよ。ほずみさんがトゲのある口調でそう言って自転車のペダルに足をかける。しずねさんがそれを引き止めるかのように一歩前進み出た。ま、待ってください。とにかく怪我の手当てだけでも。てけどこいつがかかと落としちゃったでしょ。そう、かかと落としや。処理券ぶちかましたこいつやべえな。やばい、いらねって。それにそんなに濡れたら風邪ひいてしまいます。いいよ別に、つうかマジでお前関係ねえし、いちいち俺に関わってくんな。なんでそんなひどいこと言うんですか。なんでなんで私ハンマカンマくん、ほずみくんに何かいけないことをしましたか。いや、したやん、したやん。お前口怪我しとるやん。どうぞ。昔は本当に優しかったのに、一緒にいてすごく楽しくて、だから私は昔はほずみくんだったんだ。黙れよ。ほずみさんが冷たく遮る。ショックを受けたように口を閉ざしたしずねさんの目にじわじわと涙がにじみ出した。ひどいです。私今のはずみくんは好きじゃないです。あ、そう。ほずみさんは鼻で笑って自転車のハンドルを握りしめた。俺は今も昔も変わってねえけどな。タイヤを擦るようにしてほずみさんが自転車の向きを変える。そして転んだ。しょぼしょぼ。力強く地面を蹴って進み出したところで、ちょうど私たちと真正面から対面し合う形になった。こんなほずみは嫌だ。思いっきり視線がぶつかり、ほずみさんが反射的に動きを止める。ほずみさんの口の端はわずかに血が滲んでいた。左腕にも擦り傷のようなものができている。何かあったんだろうか。反応に困って黙っていると、ほずみさんは皮肉っぽく笑った。仲がよろしいことで。ちょっとほずみ。なんでおかまなんだ。実はちょっと出ちゃったね。ちょっと出ちゃった。先輩がいついなく厳しい表情をしてほずみさんに詰め寄る。傘がずれて雨が落ちてくる。私はその場から動けなかった。なんであんなこと言ったの。思ったことをそのまま言っただけだ。すぐにしずに謝ってきて。すげえ、やっぱなんか出てきてるな。そう、謝る必要がないだろう。なんでだよ。だ、君だってしずねのこと。さ
ほずみさん大げさに舌を打つと怒りをぶつけるようにペダルを激しく蹴った。どいつもこいつも頭湧いてんじゃねえの。吐き捨てるようにつぶやいてほずみさんは再び自転車をこぎ出す。すれ違う瞬間一瞬だけ目があったけれど、ほずみさんかすかに眉を潜めただけで何も言わずにさっさと立ち去っていってしまった。まったくもうすげえもう出すぎてる、ね、すごくねこいつも。そう、すがちょっと出ちゃった。もう主人公もだってもう若干苦笑いだ、苦笑いになってきてる。くしょほず星名先輩がここ心底、疲れたようなため息をつく。それからハッとしたように私の頭上を傘で覆った。ごめん濡れちゃったね。いやそれよりも私は再び視線を転じた。すげえもう殺す人殺してそうな目やべえよこいつ殺し終わった。この怖くね、背景にこの顔怖い ね、 怖いね。これはいつの間にか静音さんがすぐそばに立っていた。怖い怖い。瞳に涙をためたまま驚いたように私たちを見つめている。今の状況、静音さん（心中中）じゃあ昇進中、心中中ってすげえな、もう死んでんじゃん。心中中昇進中と星名先輩と私（相合い傘）すげえな、水星ずれ、味噌か。ああこれはなんかとてつもなくいたたまれない空気というか、いろいろと誤解されそうな状況というか、死ぬな水を死ぬな。しずねさんは顔を下に向けると走って私たちの横を通り抜けていった。しずね先輩が焦ったように振り返る。私はとっさに先輩の傘の下から抜けれた。あの私ここからは一人で帰ります。え、いやダメだよ、雨も強くなってきてるし。先輩がまた傘を傾けてくる。私はさらに一歩引いた。いや私は大丈夫なので、それよりもしずねさんを送ってあげてください。だけど先輩が迷っている。本当にどこまでも優しい人だな。先輩の思っていることは私にはっきりと分からない。でも静音さんのことが気になっているのはなんとなく分かるし、私自身も今は静音さんを優先してもらいたかった。私は前取りして弟に迎えに来てもらいます。もこの言い方であればな、先輩の名前ちょ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 そう、うん、はい、ここまで送ってくださってありがとうございました。また月曜日に。うん、分かった、風邪ひかないように気をつけてね。先輩はとすっきりしたような表情、顔をするちょ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 走って静音さんの後を追いかけていった。さて、すでに結構疲れてしまったし、寝れてしまったね。雨よりもするのも今更感がある。何一人で盛り上がってんの。びしょ濡れ覚悟でまっすぐ家に帰ろうとし、ふと昨日通った近道のことを思い出した。はっきり言って状態の悪い道だけど、早く濡れるように帰る帰るように寝てしまったな。正規正規の道をそれて、うえぇ正義の道をそれて近道に入っていくと、連鎖的に穂積さんの姿が思い浮かんだ。穂積さんどうしてるんだろう、怪我をしてるみたいだったけど大丈夫なんだろうか。それからだから私は昔は穂積くんのことは、なんでだよ君だって静音のことを。二人が言いかけたのはどちらも好きという単語であることは、かよぴょうちょん。ほずみさんとしずねさんは何思い合っているんだろうか。いや、しずねさんは昔はと言っていたし、今はそうではないんだろう。これまでのしずねさんの行動を振り返る限り、彼女の好きな人は間違いなく星名先輩だ。それじゃあほずみさんは、ほずみさんはしずねさんのことが好きなのか。ありえなくはない話だ。あんな完璧な幼馴染がいたら誰だって好きになるに決まってる。ほずみさんがしずねさんに異様にそっけない態度を取るのも愛情の裏返しなのかもしれない。超ツンデレだ。ほずみさんの不器用さを思えば納得もできる。もしかして穂積さんが私と先輩がうまくいけばいいというのは、先輩に静音さんを取られたくないから、私と先輩をくっつけて静音さんを自分の方に向かせるため、それもありえなくない話。めちゃめちゃやだ。穂積さんの言う純粋な応援は私最初からどうもたくさんくさかって、うん、私はうん純粋な応援は最初からどうもうさんくさかった。もしそうなら腹が立つことはないな。穂積さんの思惑はどうであれ、私が先輩を好きなことに変わりはないのだ。むしろ穂積さんむしろ穂積さんに後押しをしてもらえたことで積極的な行動も取れたし、先輩との距離も縮められた。理解は一致しているとも言えなくもないけれど、無性にもやもやした。そう、たまに変な人出てくる。何それ、なんか噛んであれなんかちげえなってなった時の、あの焦りね、焦り、そう、正体不明の焦りを感じながら雨でドロドロになった道を進んでいく。松葉杖が滑りそうになるので、歩き方には慎重に歩き方にはかなり慎重にならないといけない。
こんなことなら普通の道に帰ってきてたものと何気なく顔を上げて、え、前方に人影を認め、人影を認め、私は立ち止まった。なんだよお前、はずみさんだ。なんか別人みたいだな。ほずみ聞いちゃりだったことない。でもそのそれ感あるな、若干な、な曲がっちゃってるけどな。そう曲がっちゃってる。なんかでも若干ティーチャリ感は似てる。ティーチャリ感はあるね、うん、高校生特有のあの鬼チャリにすればかっこいいんじゃねえかアピールね。鬼は鬼は懐かしいな。廃屋の剣下で壁に寄りかかってぼんやりと佇んでいる。木下な、木下で剣下ってなんだよ。壁に寄りかかってぼんやりと佇んでいる。甘えどりをしてるんだろうか。まあ今のは確実にサムネだよね。まあね、なんとも表現のしょう、なんとも表現しようのないモヤモヤが膨らんでいくのを感じつつ、私は再び松葉杖をついて前進した。こっちやね、サムネ。確かに数メートルの距離まで近づいたところで、やっと穂積さんが私に気づいた。私は一度立ち止まってから穂積さんの方へ足を踏み出した。何やってんのお前。それはこっちのセリフ。瑞穂とあやい傘してたじゃねえかよ。先輩には静音さんを送ってもらったよ。お前あれだな、爪が甘いって言われるタイプだろ。失礼ね、私はいつも計画通りに物事を進めてるわよ。ライトじゃん。大事な選択肢でのセーブを怠ったことは一度もない。計画通り計画通り計画通り。ライトライト、目覚ましとけ。ライトライト、起きろライト、ライトライト、リンゴライト、メツだメツだメツだ。で、あの、あれでしょ、松田のあの目覚まし時計は松田誰を撃ってる。ふざけるな。そう、それがずっと続くんでしょ。そうだよ。超近所迷惑。松田はライト君、ライト君って言ってるから殺す、こいつを殺さないとダメだ。バン、あー。これデスノート知らない人にとしてもう何言ったらこいつってなるから。まあ、デスノートはみんな知ってると思う。まあ、知ってるだろう。知らない人は人間じゃない。そう、知ってる人は知っている、うん、知らない人はあのどっか行け。そう、人間を助けようと死んだバカな死に神みたいなもんだ。そうそうそう、ね、ね、毎回いいやつだったけどね。そう、ホズミさんが意味ありげに復唱する。やはり何か思うところがありそうだ。さてどうしよう。ストレートに追い詰めてみるが、あのさ、なんすか。あー、なんすか。めんどくせえタイプだこれ。その釘がどうしたの。なんとなく聞くなんとなく聞く気分になれなくて、とっさに質問を入れ替えた。穂積さんの口の端と腕の傷からまた血が滲んでいる。別にお前には関係ない。そっけなくそっぽを向かれる。予想通りの反応ではあったけれど、またもやっとした。まあそれもそうだね。プーパプリーピュードピ、あ、違った。だから何なの。何言ってんだよ。え、私何か用。いや、別にこいつもねえだろ。あ、マジか。じゃあ、さっさと言ってよ。その血がみんなあんだな。ある。え、ここにいちゃダメなの。いや、いるに理由、いや、いる理由は特にないんだけど、なんとなくとさっさと立ち去る気分でもない。そのままじっと動かずにいると、穂積さんは小さく舌打ちをした。俺今イライラしてるんだけど。まあ見ればわかるよ。空気読めって言ってんだよ。甘えどりしちゃいけないの。もう少し雨が弱るの待ちたいんだけど。もっとイライラするやつ。いや、お前さっきからずっと雨当たってんじゃん。そういえばそうだった。じゃあそこの木下、私も入っていい。嫌んだ。何よそれ、穂積さんの仕打ちでもないよ。とにかくこっち来んな、帰れブス。てめえやめろ。なんとまあ年上のくせにガキっぽい。
だから私は虫に放っておけなくなるんだけど。わかった。帰るぜ。触らぬ神にたたりなし。私は体の向きを変えて一歩足を踏み出した。アベシ！そしてこけた。簡単に説明すると松葉杖が濡れた地面の上で滑ったのだ。雨が降っているのに乾いた空気が流れる中、私はのそのそと起き上がった。幸い膝が少し擦り切れたくらいで大事にはならなかったが、制服に泥がついてしまった。なんとも惨めな有様である。お前バカなの？痴女なの？そして二度もパンツを拾おうとする。あーやっちゃったな。なんで喜んだんだ俺。なんで喜んだの？そして二度もパンツを披露するという事態。なんかパンツっていう単語見た瞬間ちょっと喜んじゃうわ。まああれか、なんか一瞬にして想像しちゃう。ごめん。まあ、一応 500% でずっとそのパンツ見てくる口か。お前3分間くらい見てたかもしれないね。誰の？北王子さつきかな。俺登場。一番でもパンツが普通に見れるキャラクターランキング1位、多分北王子さつきだからね。え、登場じゃね。あ、登場か。あ、確かに登場だな。登場だよ。うん、なんだこれ、なんだこれ。あ、恥ずかしがったら負けな気がするのでドヤ顔でスカートを払ってやった。多分俺らの年代だったら 1500% が一番あれだよな。何？あのちょいエロ漫画だったら多分堂々1位だよな。いや、派閥なかった。え、トラブル派か 1500% 派か。トラブルで、でも今もやってるでしょ。トラブル見たことないんだよね。あ、ねえんだ。ない。俺トラブル中学校1年生くらいの時ジャンプで読んで感動しちゃうね。俺はこんなエロ漫画がジャンプでやっていいんだっていう。あの 1500% は、うん、映画結構好きだった。俺も絵好きだった。うん、司ちゃん、西野司ちゃんは昔好きだったけど、うん、今は俺ロングの方好きだね。司ちゃんの？うん、じゃあの普通にさつきちゃんの。東条じゃねえんだ。東条はね、なんかタイプじゃない。あ、そうなの？そう、あの活気のある感じの子好きだから。あ、そういうこと。何言ってんだろうなこの実況で。すげえこいつ待ってっけど。この顔して待ってる。ほずみさん、頭が痛そうな顔をして、もき下に止めていた自転車のスタンドを上げた。乗って。いいね。まあ、まあ、強制じゃないんだね。うん、乗って。だいたい断られそうな言い方だよ。え？お前またこけそうだし、見てて痛いし。何よ、さっきまでツンツンしてたくせに。お前のケツ見たらなんかないと。誤解を招きそうな言い方やめてくれる？しょうもない話をしながら自転車にまたがる。ほずみさんのお腹に手を回すと湿っぽくてべちゃべちゃした。気持ち悪い。蹴り落とすぞ。お、ランク上がったな。見やがった。特に会話もない自宅に着いた。雨足は弱まるどころか一層激しく降り注いでいる。私は自転車を降りた後、少し迷ってから再びほずみさんに向き直った。ほずみさ、今から家帰るの？まあ適当に、まあ、満喫行ってみたいな。あ、なるほどね。満喫行って、ネットカフェ行って、ネカフェ行ってね。で、満喫行って、満喫とネカフェって一緒じゃないの？あ、そう。満喫だね。ネットカフェ。俺人生で満喫3回しか行ったことない。行かもねえよ。俺らの近くに1回あったんだよ。あれ行ってたわ、そこ。俺3回くらい行ったことある。あ、そうなの？うん。普通に過ごしやすいね。俺一回行こうとして会員カード作んなきゃダメです。じゃあいいですって。ああ、めんどくさってなった。ただ漫画すごいね、やっぱね。何が？漫画の量がすごいね、やっぱね。まあ満喫だからね。満喫行って漫画なかったらどうすんだよ。まあ満喫行って満喫するみたいなね。お、うまい。うまいね。今日絶好調。お前普通に褒められると思った。今日絶好調。ああ、うん。まあ、喉は絶不調。今日は絶不調。調子は絶好調。喉は絶不調。イエー。うめえ。うめえ。自分で。今日調子いいね。そうそう。冷静だから。ああ。歯切れが悪い。またどこかで時間を潰す気だろうか。あのさ、うちで雨宿りしていかない？ワンチャンあるね。何があるのかな。多分あれだな。エッチな方が。さすがにこの雨はやめでしょ。もうちょっと弱くなるのを待ったら。ああ、いや、やめとく。
またしても歯切れが悪い。なんか遠慮してる？遠慮っつうか、俺のミニオン危険が。なんで私が警戒されんのよ、されてんのよ。知女だし。アホかしね。なんてくだらないやりとりの裏で、穂積さんが考えていることはなんとなくわかった。そっとしておいてほしいのだろう。ここへ来るまで会話がなかったのも、穂積さんが堅くなにそういう空気を作っていたからだ。別に何も聞かないし、所作しないよ。ただの世間話すらしたくないなら喋らないし。わかった、邪魔する。ただいまー。あれ、返事がない。シュンはまだ帰っていないようだ。大方友達の家でもにでも寄ってるんだろう。そういうことはよくある。お邪魔します。案外礼儀正しいな。だろ。ちょっとここで待ってて、タオル持ってくる。それ来たら一枚だったらいけるよ。バスタオルと簡単な着替えを持って玄関に戻る。穂積さんに一式手を出すと戸惑った顔された。とりあえず体拭いてそれに着替えなよ。いや別にこのままでいいけど。気持ち悪いでしょその服。弟がもう着なくなったやつだから気にしないで使って。旬より穂積さんの方が背丈あるけれど着られないことはないだろう。悪いないろいろ。穂積さんはバスタオルで体を軽く拭いてから靴を脱いで家に上がった。どこか手持ち無沙汰な様子だ。着替えはここで。脱衣所使っていいよ。私は部屋で着替えてくるから。思いっきり玄関の前にでっかい窓あったから。てかさ、脱衣所にさ、絶対下着とか置いてあるパティーンでしょこの下り。絶対俺多分予想次来るからね。ちょっと一回まず読んでくよ。マジ俺多分違うと思う。あ、違う。着替え終わったっつってこう脱衣所行ったら、うん、こう閉める。なんかなんかお前も声出てなくなってきたよ。どうした。あの洗濯機とか倒れて開かなくなって閉じ込められるみたいな。うっ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 死ね。それが、うん、そういうトラブルっちゃったら 1500% 的なね。はい、わかるわかる、めっちゃわかる、うん、ゆーちゃんと、うん、わかるわかる。今日のこの 1500% のくだり何今日の。なの頭の中で今覚え出してるからすげえわかる。俺は絶対最後は当初選ぶと思ったんだよ。俺もそう思ってた。思ったよね。そう思ったんだけど、でも最終的に西野になったじゃん。ああでもあれはあれでいいかなっていう。でも北王子一番かわいそうだなっていう。あれはかませ犬か、かませ犬、ね、で、あの一番関係ないの南とゆいね。あれなんで恋愛対象入ってんだろう。途中から出なくなる奥さくんでしょ。わかるわ、わかるわかる。めっちゃわかる。かわいそうだよ。やばい、死んじゃうのとか。穂積さんを脱衣所に案内してから私は実質的が始めた。制服とキャミソールを脱いだところで何やら下の階から物音がした。ただいまシュンが帰ってきたらしい。あれ誰か来てる、兄貴いる。すっげえ弟だな。だろ。シュンが大声で呼んでいる。あ、確かにな。すぐに着替えて下に降りた方が良さそうだ。急いでバスタオルを全身で拭いていると、ものすごい叫び声が聞こえた。思わず手を止めて耳を澄ますと、続けてシュンの取り乱したような声が響いてきた。なんだよあんた、なんてはてかつかひたてなん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 て半分とな。にいや、まだ続いてるよ。本当だ。兄貴は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 兄貴。すげえ適当だった。呆然とした足音が階段を駆け上がってくる。やばい、嫌な予感するぞこれ。そう思った時にはもう遅かった。ガッチャー兄貴。シュンが乱暴にドアを押し開いて飛び込んでくる。行動に出遅れた私をカバーするものは下着と肩にかかったバスタオルのみ。この音楽何。すげえな、なんかだからあのドラえもんのあのタイムマシーン乗ってるみたいな。めっちゃわかるわ。うわあ。わあ。お前喉大丈夫なの？今あの喉ダメージパーセントが あの撮る動画撮る前は 20% だったんだけど。そこそこ来てるな。そこそこ来てる。今 45% くらい来てる。多分動画撮り終わった後は多分ずっとガラガラ声で。それもお前の一つの足かもしれない。ああガラガラ声ね。ただ右の鼻にね、あの鼻水パーセンテージがね 80% くらい来ててね、今息できないんだ。ほぼ息できないからね、口で息してからね。とりあえず叫んだ。
と、とりあえず叫んだ。おい、何か。おずみさんがシュンの後ろから肩、顔を覗かせて、うお、すげえ何がだよ、じゃなくて出てけ出てけ、もうちょっと。シュンがほずみさんにつかみかかる。シュンにも言ったんだけど、やったのか、もうやったのか。うん、いや好きだわ俺俺好きだわ。うわー嘘だー。とりあえず出ててくれない。なんだよあんた、姉貴の何なんだよ。いや何って言われてもなんだろうな。いや早く二人とも出て行ってよ。か彼氏とか言わねえよな。ダメだ、この子完全に錯乱してる。聞いちゃいねえ聞いちゃいねえ聞いちゃいねえそうだったら何か文句あんのか。ほずみさんは悪乗りしだすし、まあいいや、二人が話してるうちにさっさと着替えよう。こいつもあんまりあれだな、動揺しねえな。そうね、クローゼットの陰に隠れながら急いで T シャツの袖に手を通す。あんたが彼氏とは認めねえぞ。お前にそんなことやれる筋合いはないだろう。姉貴の彼氏はもう決まってんだよ。え、何それ。へえ、誰それは。バルト様だ行っちまったな。行っちまったな。誰。身長181センチ、体重67キロ、細マッチョ、趣味は乗馬とフェンシングで、その腕前は右に並ぶものなし。結構知ってんだな、趣味。さらに病弱な妹持ちで、中略で、全略で。ああなるほど、オッケー。もう全略で。まあただイケメンね。イケメンね。あんたにバルト様を超えられるのか。シュンは滑っていた。シュン、着替えを終えてシュンとホズミさんの間に割り込む。お疲れ。ポンと肩を叩く。うん。シュンはやっと自分が滑ったことに気づいたらしく、恥ずかしそうに顔を捨てた。かわいそうだからそっとしておいてあげよう。もう行っていいわよ。私はシュンの背中を優しく叩きながら部屋の外へ即してやった。シュンがいなくなると室内は一気に静かになった。お前の弟面白いな。普段は別に面白くないんだけどね。ところでバルト様って何。ああそれは気にしないで、大したことじゃないから。はあ。ホズミさんは部屋の中央まで進むとぐるっと室内を見渡した。そういえば流れでホズミさんを部屋に入れてしまったけれど、なんかやばいものは置いてなかっただろうか。大丈夫だよね。オタクグッズはタンス、タンスねタンスだよね。わかんない。タンスやクローゼットの中にしまったりして、ゲーム機、あゲーム機ベッドの横に出しっぱなしじゃない。中身はもちろんワタプリだ。っていうかゲーム起動したままじゃないよね。電源ちゃんと切れてるよね。いや待て、昨夜ゲームをやった後そのまま蓋を閉めてしまったような気が。もしやスリープモードになってたり、それってやばくない。そもそもゲーム機が置いてあること自体どうなんだ。私のキャラ的にまずくないか。お、ホズミさんが何かを発見したような表情をして立ち止まる。視線はベッドサイドに向けられている。まずかゲーム。俺が貸しやった本読んでると思ったら違ったホズミさんのゲームにとどまっちゃったね。ホズミさんの目にとどまったのはゲーム機の隣に置いてある本の方だったらしい。セーフ、うん、読んでるよ。まだ序盤だけど。どう。うん、はっきり言ってかなり難しい。ああやっぱり俺もそれ途中で投げたし。でも最後まで読み切るつもり。貸してもらった本全部。マジで気に入った。いや良さはまだよくわかんないけど、やっぱり先輩が好きなものは好きになりたいし、共通点が欲しいというか。へえ。今日ね、推理小説のお話で先輩とちょっとだけ盛り上がれたの。でもまだ勉強不足でちゃんと話についていけなかったから、もっと読まないなと言えないと思った。ほう。だからもっと頑張る。ちゃんと読み切る本しばらく借りてもいいかな。それは別に。ほん、ほずみさん曖昧な態度で口をつぐんだ。何。いやよく頑張るなと思ってさ。まあね、しるさんみたいに元々の趣味が全般と一致していればここまで苦労することはないんだろう。私のこうした頑張りはその自分で勝負する自信がないからこそのあがきなのだ。人に好かれたいのなら好かれるような人間にならなければならない。けなげなやつだよなお前は。
褒められているはずなのにあまりいい気分にならなかった。穂積さんはパッと視線をすらすと、スタルビベットサイトに注目した。そういえばお前ゲームすんのゲームすんの、ここでそう来るとは。私は内心の動揺を気取られないように さらっとうなずいた。まあね。へえ、意外ですよね。穂積さんもゲームとかする？まあそこそこにな。どんなゲームするの？格ゲーとか。出た。ああ、なんかわかるわ。なんだよそれ。そういうお前はどういうゲームやってんだよ。モンハンとかノートレーニングとか。もちろんそうだ。しかし穂積さんにはあっさりと騙されたよね。ああ、わかるわかる。いかにも、笹高生って感じだなと少々つまらなさそうに納得していた。安心する反面複雑な気分だった。穂積さんの視点でも私は脳トレをやるような人間に見えているらしい。脳トレ面白い？まあ面白いよ。貸してパターンで、ね、あーちょっとやらせて。見た今。めっちゃ進んでると思ってたんだけど。びっくりした俺今。俺今回めっちゃ進んだくない？そりゃ31分もやってるから進めるでしょ。嘘。はぁ、マジか。ちょっと、まあマジか。ちょっとな。マジか。終わろう。いい感じのとこで終わろう。まあいい感じだね、ここは。うん、ここいい感じ。いい感じ。なんか次何が起こるのかみたいなね。2年間やってきて初めていい感じで終わったと思った。そう。ってぐらいいい感じ。そうだね。マジモムスって感じ。日本の未来は俺